皆さんこんにちは、猫ニラでございます。51クレ蹴ったうちも残りね21クレになりましたね。はい、今日は10クレ開けていきます。1クレ目、パック頭セルヒオラモスだったんですよ。なのでこの配列はなんかちょっとチャンスが 2パターンぐらいあるらしくてですね、ちょっと調べたんですけど、まあ、詳しくは分かんないんですけどマティュー2クレ目なんだ、何が出ればいいんだ次は。ラウル・ガルシア、次のキャラで何が出ればチャンス継続なんですか。何が出ればチャンス継続。これ3クレ目です。ピルロ、あ、そっか、そうだ、 ITS のピルロが出るとなんかベストミッドフィルダーチャンスっていう話だった。あ、キラちゃん、これ ITS じゃないですか。ほら、これはチャンスでしょ。次、はい、ピルロなので、もう一枚ねキラあるんですよ。あの次に、次の動画で開けるやつでね。あ、この中にあったっけな、あれ、あ、追加イカルディどっちやったっけな、ちょっと覚えてないです、ごめんなさい。6レ目トーレス、これは、あ、アトレチコ追加トーレス、はい、まあ持ってますけど僕はもう。6レ目次チャンスか。じゃあマックス、これは追加か。あ、追加、いいですね、これも有料。このクロスジューシー、ほらこれ全部いけるでしょ、これ有料ですよ本当に。7クレ目よいしょ、また追加だな、トマス・ベルメーレン、はい。8クレ目ルカス、はい。9クレ目これだからゲッツェ、あ、じゃあ次ですね、次がアザールチャンスなのかな。ラスト10クレ目タパスタソプーロス、はいはい。というわけで今回は、ITS のピルロでした。まあ、トーレスとかねマクセルとか出たんでよかったです。はい、次回ご期待ください。ベストミッドフィルダーチャンスだと思います。出てるよな、キラな、あ、出てる、これですね。はい、またお会いしましょう。さよなら。